ラミントン国立公園はオーストラリアクイーンズランド州にある国立公園の一つ。ブリスベンから南へ1 2 0トルほどの地域にある。1994年にユネスコの世界遺産オーストラリアのゴンドワナタウリン群に拡大登録された。スプリングブルック国立公園などとともにニューサウスウェールズ州のオーニング山の外林山の一部である。 1878年、ロバート・コリンズが世界で最初の国立公園であるイエローストーン国立公園が1872年に設立したのを知り、現在のラミントン国立公園がある地域に国立公園の設立を夢見るようになる。その後、1911年にロメオ・レイヒが活動に加わり、精力的に国立公園の設立を訴えかけた。 彼らの活動の結果もあり1915年にラミントン国立公園が設立したがロバートコリンズはその設立を見ることなく1913年に亡くなっている。ラミントンの名前は当時のクイーンズランド州総督の名前から付けられた。当時の国立公園の面積は18,800ヘクタールであった。現在は 周辺の地域を編入し2600ヘクタールである。ラミントン国立公園は2つの地区、グリーンマウンテン地区及びビナブラ地区に分けられ、国立公園内のウォーキングトラックは総延長160キロメートルに及ぶ。オライリー一家が1920年中頃にゲストハウスの建設を国立公園近くで開始し、1926年に、 オライリーズゲストハウスが完成しオープンした。グリーンマウンテン地区は、オライリーズ一家のこの地域の開発の歴史とともに、語られ、しばしば、オライリーズとも呼ばれる地区である。ツリートップウォークと呼ばれる地上15メートルの高さに、かかっている釣り橋により、亜熱帯雨林の樹幹を目の前で観察することができる。オライリーズゲストハウス前では、野鳥の絵付けも行われており、 金賞上ンコなどに餌を与えることができる。風潮もどき風潮もどきがおらリり一家のシンボルとして描かれている。ビナバラ地区に国立公園の設立に関わったロメオ霊媒を呼びアーサーグルームによって1933年にキャンプサイトがオープンし、その後キャンプサイトを拠点にビナバラマウンテンロッジが建設、1934年に 最初のバンガローができた。1939年までには54人を収容できるビナバラマウンテンロッジが完成した。現在までにさらに拡張されている。ビナバラはアボリジニの言葉でブナの木が生えるところを意味する。ここで言うブナはこの地域にのみ生育する南極ブナの一種を指す。両地区ともにブッシュウォーキングが主なアクティビティである。 グリーンマウンテン地区、ビナバラ地区ともに観光化されており、特に、グリーンマウンテン地区のオライリーズゲストハウス周辺へのツアー、アトラクションが数多くある。またオライリーズゲストハウスより 4WD バスによって、森林内を走るツアーが催されている。公共交通機関にで行くことはできず、ブリスベンもしくはゴールドコーストからのツアーに参加するか、 レンタカーなどの自家用車で訪れるかとなる。同じく世界遺産のオーストラリアゴンドワナタウリングンに登録されているスプリングブルック国立公園が比較的近いこともあり、両方の国立公園を1日で巡るツアーもある。グリーンマウンテン地区、ビナバラ地区ともにリゾートがあるほか、両地区ともにキャンプサイトもあり、宿泊が可能である。南極部ナゴンドワナ大陸の残存種である。 南極部ナが見られる。宮崎駿監督のアニメ、天空の白ラピュタに登場する架空の一種である、飛行石のモデルになったとされる光キノコバエの幼虫、いわゆる土ボタルが、グリーンマウンテン地区のグローアームダニで観察することが、できる。青色の大色のラミントントゲザリガニの生息地である。ニューサウスウェールズ州側に生息する、この種の大色は白色を帯びている。 ありがとうございます。